俺もトスがオファーくれた時点でもすぐ行くって言ったから、一番最初に声かけてくれたところに行こうって決めてたから、うん、その第二卒でプロになる時はいやマジで行ってよかったよ。あれな、特別指定で手に入れた。そうそう、大学4年の夏に。だからオファー出してくれて、もうその時にも強化指定するからって言ってくれたし、俺が練習行った時にその今町田ゼルビアでコーチやってるキム・ヨンヒさんって方が監督やって、俺が練習生の時からほんまにもういい意味で対等にもう戦力として見てくれてたし、だから俺特別指定の時も練習試合で2点決めて、練習での態度とかこうプレーを見てしっかりメンバー入れてくれたって感じ。セレッソ行った時もだからすごい恩師やな、俺の中でプロになって、プロになる前からか大学から出会えてよかったなって、マジでそこはもうね、サバントスいかんかったら会えてないし、うん、